現代の若手作家展が日南市あがたにあるギャラリー花水木で開かれています。この作品展は宮崎を中心に活動する20代から40代の作家12人による作品展です。このうち池田和弘さんの作品黒い天使は幅65センチ高さ45センチあるキャンバスにアクリル絵の具で顔の表情が優しく丁寧に表現され、黒い羽と夜空の描き分けがうまく工夫されています。また会場でひときわ目立つ作品菌類大繁殖、アルミワイヤーを使った菌類のイメージは大きさ10センチほどあり、およそ80個が並べられています。このほか油絵や写真などおよそ60点の力作が展示されています。現代の若手作家展は入場無料で11月30日まで開かれています。